庵野秀明展に感動した。精神科医樺沢詩音の樺チャンネル、ただいまですね、新国立美術館の庵野秀明展を見てきたところなんです。今ちょうどここに新国立美術館がありますけど、まあ出てきたところでちょっともう夜7時ぐらいになっているので真っ暗でなんだかよくわからないという人もいるかもしれませんけど、今エヴァンゲリオンでね有名な庵野秀明監督のこの展示、少年時代どういう作品を見ていたか、あるいはねどういう高校生大学時代を送っていたか、あるいはまあアニメーターになってからエヴァンゲリオンを作るまで、そしてこれからの新ウルトラマン、新仮面ライダーに続く流れみたいなものが、まあいろいろな写真や原画とかスケッチとかプロップとか模型とか、まあ、すごい盛りだくさんでですね、いや本当2時間半かかりましたので、皆さんこれから行く方はですね1時間とかだと絶対見切れないので、まあ、時間に余裕を持ってですね、まあ、2時間半から3時間ぐらい余裕を持ってですね行かれるといいかなというふうに思います。好きこそものの上手なれと言いますけども、やっぱりこう何かに打ち込むというか熱中するというか夢中になるというか、そういうことっていうのが、まあ中学生高校生ぐらいの時にそういうものに夢中になるっていうのはやっぱすごい大切なことなんだなってことを改めて思いましたね。庵野監督はちょうど私より5歳年上なんですけども、彼が見てきたウルトラマンとか仮面ライダーとかその後のいろいろな特撮 SF 作品群っていうのはちょうどね私も見てきた作品群とすごい被るので、ほぼね同じジェネレーションっていうのかな、世代というふうに言ってもいいと思うんです。今回の展示でもサンダーバードの展示とかね、庵野監督のサンダーバード1号2号のスケッチみたいのがあったりしたんですけども、私なんかは小学6年生の時にサンダーバードとかスペース1999とか謎の円盤 UFO とか海外のこの特撮ものみたいのに結構ハマったっていうのがありまして、ああちょっと似てるとこも多いなみたいなね思いまして、今回の展示の中で樺沢的に一番良かった展示、これはですね庵野監督の高校時代の8ミリ作品何本かあるんですけども、音はちょっと聞こえないんですけども、作品をほぼ全編視聴できるというところがすごいですね。あ、こんなの高校生で撮ってたんだっていうですね、まあもちろん低予算ではありますし、それを工夫とこの技術というかそういうのでまあ面白く演出してるっていう、高校時代からこういうのやってたんだなっていうね、そういう庵野監督の原点を知る意味でこの高校時代の8ミリ、さらにはですね大学に入ってから作ったアニメーションも作品として見ることができるっていうのは、これなかなかですね他ではちょっと見られないじゃないかなっていうことで非常に面白かったです。あと面白かったのが、庵野監督が高校時代美術部の部長だったっていうのが書かれてて、普通の油絵の作品みたいのも何点かね展示されていたんですけど、庵野監督のデッサン力、まあ、メカのデッサン力はすごいんですけども、まあ、メカに限らずもともとそういうちゃんとデッサンとか美術のあれをまあやっていたんだなっていうこと、そういう中学とか高校時代にこう熱中して一芸を伸ばすってことがやっぱ後々人生にいろいろないい影響を及ぼしてくるのかなということをね、すごく思いました。まあ、私なんかも実は高校の時に映画研究会に入ってですね8ミリ映画を撮っていたりするので、まあ、非常にこう通ずるところがあったりねするんですけどね。あと今回の庵野秀明展のすごいところはですね、まあ、一部の作品とか動画はダメなんですけども、撮影禁止のもの以外は全部撮影できるという、まあ、大体7割ぐらい撮影できたんじゃないかなというふうに思います。これすごいですね。だからまあ本当にファンの人とか原画をパチ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 一個ずつ撮ってる人とかもいましたけども、なかなか太っ腹な企画だと思いますけどね。他のね美術展ではなかなかないことでございま す。第三村のあの模型のやつね、プロフェッショナル仕事の流儀とかにも出てきた第三村の模型がそのまま置いてあったのはすごい圧巻というか迫力ですね。本当にね、よくこんなわざわざこれ作ったのかと、第三村パートをですねリアルに描くためにこのプロフェッショナル仕事の流儀を見た時にもすごいなと思いますけど、実物のこの模型の大きさというかねスケール感を見た時にはこれはすごいなということですね。まあ、新しい世界というのかな、他の人がやらないような、まあ、未知の領域を開拓していく、まあ、パイオニアとしての意気込みというか、その迫力というものがこの模型ミニチュアのね大きさと、そしてすごい細かいところも全部作られていたりして、すごいここまで作り込まれてるんだっていうのをね間近で見ることができてすごかったです。ということでマニアックっていうのは、私もすごいマニアックな方なんですけど、マニアックってやっぱりすごいいいことなんですよね。これがね、まあ、楽しく何かにマニアックでのめり込むというか打ち込むっていうのがやっぱり大人になってからものすごいエネルギーとしてこの爆発する可能性がある、まあ、逆に言うと何かにこう夢中になるものがないっていうのは非常に寂しいことであり、それって別に子供の頃にもしなかったとしたら大人になってからも何か夢中になるものをね探しても
遅くはないと思うので、やっぱりこの何かに熱中する、夢中になる、マニアックにこうガーッとやるっていうこのエネルギーのすごさね、私も結構アホみたいに映画とか見てましたね。大学生の頃年間200本ぐらいね、映画館で劇場見て超映画オタクだったんですけど、まあそんな自分のマニアックなね部分と庵野監督のマニアックさっていうのをオーバーラップして、私的にはすごい共感したというかですね、感動した展示会でございました。12月17日までやっているということで、東京以外でも順次公開されていくということだと思いますが、また終了間近になるとものすごく混んでくると思いますし、あと予約制なので当日券もあるようなんですけど、はい、行きたいなと思っている方は予約だけでも早くしておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ庵野監督が好きな方ね、まあ、あるいはエヴァンゲリオンの作品が好きな方は、まあ、これちょっと見逃さない方がいいんじゃないかなと思います。あとカバサがですね、エヴァンゲリオンの心理学という新エヴァンゲリオンリピートですね、完結編を中心にですね、劇場版新エヴァンゲリオンを心理学的に詳しく解説した電子書籍が Amazon Kindle から発売されています。なんとですね、 Kindle Unlimited 会員の方は無料で読めてしまうというですね、 Kindle Unlimited の登録もされてますので、ぜひですね、まあ、エヴァンゲリオンの好きな方はカバサのエヴァンゲリオンの心理学電子書籍、結構マニアックにです、ね、心理学的にこの作品をどう見るかということを書いていますので、合わせて読んでエヴァンゲリオンの理解、庵野監督への理解と、まあ、私もそのエヴァンゲリオンの心理学でやっぱり庵野監督がちょっとメンタル的に弱った時期が作品のやっぱ奥深さをやっぱり作り上げているというのが、まあ一つの結論というか重要なポイントであるんですけども、まあ、ぜひエヴァンゲリオンの心理学も合わせて読んで、庵野監督の世界観というものをより深く楽しんでほしいなと思います。